崎チャンネル、そこというところで、またもや第2弾トレード、西武対ソフトバンク、野村大樹対斉藤大樹、トレード成立ということは、里崎チャンネル各トレード予想をやってますけども、さすがに斉藤は当てれない、育成選手だから難しい、それは難しい、はい、それは当てられないけども、ソフトバンク野村大樹、よっしゃ、さすが里崎チャンネル、ね、どうなってるか本編お楽しみに、はい、近日公開ですかね、近日公開、もう撮ってあるから、ね、ってあるんで、ね、あ、もう近日公開です、はい、野村知ってました、はい、知ってましたっていうか知ってましたはちょっと語弊あるかもわかんないね、うん、その内部情報知らないからね、そうですね、でも知ってました、はい、そうです ね、はい、まあ、ということでね、まあ、第2弾発表というところで、まあ、ソフトバンクで言えば、まあ、野村はやっぱりね出してあげた方がいいよね、使われることないもん、うん、正直去年まではね1軍ではファーストサード主にで、今年からは2軍でも外野ね、レフトとライトとか2軍でもポジションついて、まあ、出場機会を増やそうとね、やってる中で、まあ、サードで言えばもう栗原いるからね、まあ、昨年は栗原が、怪我っていうのもあって、あと外国人選手の不調もあって、まあ、サードリチャードとかファーストに野村大樹、まあ、一軍で、試合に出ることも、結構あったかも分かんないですけども、なかなかね昨年もそうですけども、そこで結果が残せず、昨年2023年、83打席立って40試合、2割1分6厘とね、ホームラン1本、ちょっとこれは寂しいよね、うん、1軍ではね、はい、ソフトバンクのレギュラーとしてはなりきれないっていうところで、まあ、で同じねサードにはリチャード、ね、で野村勇などもいて、で井上もいて、で今年はまた広瀬がねいい感じで、まあ、セカンドだけども、やってると。で外野は、まあ、周東もいて、で柳町、ね、柳田が怪我しても柳町正樹、あと佐藤ね育成から試合官になって、で川村、などもいて、まあ、ちょっとチャンスないもんな、そうですね、うん、このままいたとしても、だから、まあ、トレードに出してあげた方がいいとは思ってたけども、ね、西武っていう中で、まあ、西武はサードファーストおらへんからな、もう誰も、だからここが一つの育成失敗でもあるわけよ、西武に至っては。もともとこの西武サードとファーストで言えば、渡辺君が出てこなきゃいけないところ、はい、1軍でも0割4分2厘、2軍でもホームランは打つけども2割3分6厘だから、まあ打率低くて もうホームランは一般量産してって言ってね育てていくしかないけども、西武としたら多分もうちょっと早くね1軍にっていうところもあったけど、あとはアギラーなどね外国人の捕発、はい、いやそれだったらマキノン残留でよかったやんっていう、これもうサードファーストだけしかできんだったらトレードマジいらんと思うね。でも、まあ、野村は今年から外野も挑戦してるから外野で出場ね、ちょっと最近またセンテンススプリングさんがセンテンススプリングさんだったよな、そうですねちょっとまた賑やかになってきて、そうですよね、所沢地域でね、はい、であれこれ出場機会どうなんのかなと思ったら、まあ、試合出てたからね、しっかり練習してましたからね、ガンガンとどういう意味やったんやろな思って、いや今日もお願いしますってことやろ、あ、そういうことなんですか、そうなんですか、なんか不可能なんですよ、あ、だから礼に始まり礼に終わんねん、つくんかなと思いましたもん、頭ブラジルまで、いや、覚えてなんだったんだと、いや、本当どうなんだろうと思ったらね、うん、まあ試合出てたからよかったけどもね、まあその外野もね、まあ松原取ってきて、まあちょっとずつ打ち出したけど、まだ1割1分5厘寂しい、で鈴木翔平、西川ね、で長谷川、岸ね、っていったところで外野に右がおらへんからな、正直若林出したからな、でもよここで一つの問題が発生すんねん、はい、俺は野村大樹はトレードに出してあげた方がいいと思ってるから、野村大樹としたらビッグチャンスやから、はい、俺は西武っていうチームで躍動して頑張ってくれればいいし、まだ23歳やから、はい、若いからもっとこっから伸びしろもあるし、ちょっと1軍では結果残してないけども2軍ではいい形の結果2割7、8分、はい、でホームラン3本とかっていうところで、まあ、2軍では形上ね結果も残してるし、ちょっと最近ソフトバンクの2軍がもう悪天候でずっと中止やねん、はい、もう1週間ぐらい試合してないねん、その1週間前ぐらいでも猛打賞を打ったりしながら、まあ、2軍でもいい形で結果残してるから野村には頑張ってほしいから、野村には全く日がないんだけど、あの西武の意図が分からへんねん正直外野右おらへんっつって出したからね
林を。林をね、うん。ヤング林を出したから。はい、で、まあ、巨人でね、いい形の活躍を、うん、いい形の活躍してるやん、はい。いいところでも、足もね、使いながら。で、巨人にないペースだったから、はい、ね、いい形だと思うけど。え、外野手として、もし野村を取ってきてんだったら、えって思うね。いや、思わへんだって。いや、そうなんですよ。普通に。不思議なんですよ。不思議やろ。はい。で、仮に今、ね、サード、小玉とか、あの、滝沢とか、うん、で、ファースト、山村とかが出てるけども、ちょっと小粒すぎるやんな、はい、正直、はい。で、そこを埋めるだけに取ってきてんだったら、えって思うね。だって、どうせ、外国人取ってくんだやろ、来年。そうですよ。サード、ファーストは。どっちが必ず。はい、埋まるやん、はい。で、ベッケンもいんねやろ。はい、え、まあ、俺は外の人間やから、こんなこと言えるけど、え、今年まだ諦めてないんですかっていう。確かに。これはまだ、どちらね、はい、あの、もうシーズン半分終わったから、シーズン半分総チェックでも言うけども、で、まだ行きますみたいな。借金24。こっから残り70試合で、貯金最低でも24作るってことは50勝26敗、ね、あ違う48勝24敗か、はい、いけますかね竹内休んで竹内だけでもういないないすいなくなっちゃうよお前ゴンドウ雨ゴンドウじゃないんだよお前竹内雨竹内じゃないんだよお前また竹内そうお前ベルーナも雨降れへんちゅうでだからよこう意図は何なんやろと思ってそれだったら俺マキノン契約しときゃよかったんちゃうんっていう確かに、ね、でその当時は渡辺 GM が金額の差がちょっと大きくてみたいなあの契約に至らずっていうだ今1億4000万ぐらいで韓国サムスン行ってねな、はい、お金かけなかって弱くても仕方ないと思ってんのかかけてでも強くしたいのかどっちなんやってた時にやっぱこの 2,3 年後がね最近やっぱり外国人も1年目からガーンって活躍するのなかなか難しいね、はい、そうなったらやっぱり1年目より2年目2年目より3年目といい形でこの日本でも成長していくみたいな感じになったらそのマキノンの1年目は外国人選手としたら物足りなかったけどもこっからオスナ・サンタナになっていく可能性もあったわけや、はい、てなったら先行投手もあり得たのにそこを切ってまでそれだったら切らなくてよかったんちゃう牧野契約してよかったんちゃう確かにもしくは出来高いっぱいつけたりとかまあやってたかも分かんないけどもねでアギラはこれで取ってきてもう両外国人もらんとでもファーストサード小粒 で二遊間不調もう目も当たれられへんや正直ねやっぱり外崎も2割4分ぐらいじゃ寂しいよな寂しいですねやっぱり7分ぐらいはな、うん、打ってくれないとっていうのもあるし、うんこの野村大樹はどういう意図で取ってきたんやろなホームランそんな20発とか打たへん でそんなスピードないよなないっすよ、うん、ってなった時に野村大樹としたらもう外野なのかなサードなのかなサードも困ってるもんなちょっと今はサード守ったり外野痛いってユーティリティーすかユーティリティーあそっちパターンそっちパターンじゃない若林は外野しか守られへんかったから出したけど、はいはい、野村はユーティリティー的に内野以外も守れるからピース埋めようみたいな、はい、分からんくもないけどな分からんくもないんですよ、うん、それもう何でも言ったらあかんで取れるのもうちょっと考えてやらないとって俺は思うけどまあでもまあ足りないピースやからな現状はいないからね、うん、でも焼け石に水とかじゃないよねっていうね長期的ビジョンもありますよねっていうところはあるけども、はい、野村にとったらもう大チャンスよ大チャンスですからね大チャンス本当に、うん、もういきなりスタメンもあるからいや本当にサードとかありますよね、うん、全然ある4番交代もありますよね、うん、全然ある、はい、いきなりスタメンもあるから野村にとったらビッグチャンスやから、はい、ここでね一気にソフトバンクではレギュラーになれなかったけどもここでレギュラーになることによって自分の人生が広がるからね、はい、そういった意味では野村にはビッグチャンスやから頑張ってもらいたいっていうのもあるけども西武のちょっと編成の意図はちょっと分かんないですよね俺がちょっと浅すぎるかも分かんない、はい、本当はもっと深いのかもしれないけど俺がもうちょっと浅すぎて何も考えてないから俺が分かんない俺がおバカさんだけなのかも分かんないけども深いのかもだからそれは今後検証だね、はい、そういった意味では、はい、で西武佐藤斉藤ね斉藤君ね育成ね、はい、それは当てられへんで育成トレードと考えへんけどこれはねソフトバンクにとっても
何気にいいよ。まあドラフト1位だからね、もともと田島の時のね、はい、でこのまあ故障とかもあったりしながら、育成になって、はい、で自由契約育成自由契約育成をもう繰り返してるけども、はい、去年も2軍で40試合ぐらい投げてんだよね、はい、ってなった時にホークスは一つとしてあの支配下枠を減らしたやったと思うんだよ、ありましたね、うん、支配下の枠を開けたいっていう、だから支配下の選手いらんねん、はい、だからそこで育成でいい形のピッチャーいると、はい、なった時にこう育成に入れられるで支配下も開けれるで、まあ、何かあったら斎藤支配下にしてもいいし、はい、っていうこの支配下を枠を開けたい思いあったやろうな、かなりね、かなりね、うん、でしかも左が今1軍はヘルナンデスと長谷川で、まあ、タウラとかね、タウラがねちょっと、うん、そう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 、だからこので長谷川もちょっとまだルーキーだから、うん、ルーキーっていうか若手だからね、はい、うん、下手ってくる可能性もあるから、ちょっと最近抑えたり打たれたり、ちょっとさ最初の頃のちょっとね勢いがちょっと落ちてきてるから、この夏場にかけて下手ってくる可能性もあるから、そこに斎藤を当て込むっていうのもいいプランやと思うね、はい、中盤に向けて、はい、左のリリーフたらで、もしうまくいけば試合外にしなくていいし、だからチョイスとしてはいいよね、素材もいいし役どころも育成やから、はい、あの試合外の枠が空くし、で何かあって長谷川とかちょっと下手ってきたら、じゃあ斎藤ちょっと支配下にしていこうかなっていうプラン、もしくはもう違う育成のピッチャー入れようかなっていうプランもできるから、うん、これ編成上ソフトバンクにとったら、まあ、野村大臣もダブついてるから、ね、ホークスとしてはいなくなっても困らんねん、うん、正直、本人には申し訳ないけど、でもチーム編成上はホークスにとったらめちゃくちゃいいトレードになったと思う、うん、あとは西武はねちょっとよく分かんなかったけども、あの野村にとったらビッグチャンスやから、はい、ここでね松原もここからちょっと上がっていかないと、今のままでは一緒やからな、うん、ジャイアンツ時代とね、うん、ここからちょっともうちょっと上がって、最低でも2割5分ぐらいは最低でも打たないと結局一緒かってなってくるから、まあ、ここからのね頑張りっていうのが大事だし、で松原は2軍でイースタンでもやってたから、まあ、全員とは対戦しないかも分かんないけども、イースタンで対戦してるピッチャーもパ・リーグいいねんから、はい、そこら辺はどこまでアジャストできるかっていうのもあるけども、まあ、もうちょっと頑張ってもらいたいところもあるけども、野村はもういきなりスタメンあるからね、うん、来たらね、ユニオン間に合いません状態あるからね、そこら辺はね、本人に頑張っていってもらいたいなっていうところはありますけども、はい、まあね、それはもう佐々木チャンネル、ホークス戦絶対見てください、近日公開です。それでは速報として、野村、そして斎藤のトレード速報情報をお伝えしました。